はい、ストックさんの船崎です。本日は伊勢オランジプロを受講いただきまして、今大活躍中との噂がある平川さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず平川さん、簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。はい、平川拓海と申します。 SEO は 3,4 年ほどやっておりまして、ウェブマーケの支援を主にやっております。でメインの専門は SEO ということで、今回は参加させていただきました。よろしくお願いします。まず SEO ラウンジプロを受講いただいた経緯について教えていただけますでしょうか。はい、はい、経緯としましては、知り合いの前田さんという社長さんがフリーランスサミットの時にちょっと SEO ラウンジプロのブースを回られたみたいで、うん、SEO 強化していきたいんだけど、この講座どう思うっていうふうに聞かれたことがありまして、その時にいいと思いますよっていう話をしたら、うん、平川君お金出すからちょっと受けてきてよみたいな話をいただいて、いいんですかということで参加させていただきました。めちゃくちゃ太っ腹ですね社員でも何でもないのにいいんですかということでよくしていただいてます。 SEO ラウンジプロを受けていただいたと思うんですけども、はい、受講していただく前と後で変わったこととか、こういうこと身についてよみたいなところってありますでしょうか。主に3つほどありまして、1つは知識ですね。 SEO も3年4年ほどやらせてはいただいていたんですけど、大事な知識が漏れていたりしたので、そこを補完できたのは大きかったです、うん、確かに SEO って結構歴が長い方でも結構基礎的なところで意外と教わらないとなかなか抜けてしまってる部分ってあったりしますよね。あ、そうですね、うん、例えばコンテンツ系 の, そのいわゆるメディア系だけやってるとかだと、いわゆるテクニカル要素、例えばカノニカルタグとか、はい、そういった細かいタグ周りとか、はい、クロールの検索エンジンの仕組みみたいなところとかって結構抜けちゃってて、はい、実はデータベースとか大規模型のサイトとか、ちょっと規模が大きいサイトになるとボトルネックに気づかずに進めてしまってるみたいなケースがあったりはするかもしれないですよね。はい、そのおっしゃる通りで、僕はそのコンテンツ畑じゃないですけど、ずっと SEO の記事制作メインでずっとやってきたので、うん、先ほど上がってたカノニカルタグの重要性が少し抜けていたりしたので、うん、そういうところが一通り学べたのがかなり大きかったかなと思います、うん、その後なんか対策できるサイトの幅とかも結構広がりそうですね。あ、そうですね、うん、今まではもうメディアの受託ばっかりだったんですけど、うん、これからはホームページみたいな括りで広く見れるようになったかなと思ってます。で、2つ目はやっぱ提案力がついたかなというところですね、うん、ドキュメントのお作法からどういうふうに喋ったらいいかみたいな話までフィードバックしてもらえるので、まあ、そこはとても良かったかなというふうに思ってます。8週間のスクールなんですけども、8週目にですね、実際に提案資料を作って模擬プレゼンをしましょうみたいな回ありますよね。はい、はい、ありますね。で、あれがすごい良かったっていうことですよね。あ、そうですね、おっしゃる通りです、うん、まあ、一応ひな型じゃないです、見本みたいな用意していただいているので、それに沿って課題のサイトに対してどういう提案するかみたいなのを、まあ、自分の方で作っていってフィードバック会に持っていって、まあ、実際に発表させていただいて、うん、ここはこうだったよみたいな風にフィードバックいただけるっていう機会があったので、提案力はまあ1段ぐらいは上がったかなっていうところですかね。で、3つ目は講師の西畑さんがかなりクレジットワーク長い方だとは思うんですけど、ちょっとした tips みたいなのがすごく僕的な勉強になって、うん、クレジットさん側からこういう風に聞かれた時はこういう風に答えるといいよみたいな話が僕的にはすごく勉強になったので、まあ、この3つがとても良かったなと思っています。実際なんか実務で生きたこととかありますか。最近なんですけど、知り合いベースで紹介いただいた SEO の案件がありまして、一応提案から入らせていただいたんですけど、うん、月80万ぐらいの予算のメディアさんだったんですけど、コンテンツ制作ももちろんやりますし、うん、メディアの運用ですね、非リンクの代行だったりも全部まるっと全部やりますみたいな形で月80万ぐらいのご予算いただいて、9ヶ月くらいですかね、のご支援が決まったっていうのが1個あります。ちなみになんかそれってもともと SEO ランジプロを受けていただかなかった場合って、多分コンテンツだけの支援にとどまってたとか、そもそも受注自体が難しかったとか、どっちでしょうか。受注自体が少し難しかったかなとは考えてます、うん、僕自身ずっと知り合いの紹介でずっとコンテンツ制作やっていたので、実際提案をするっていう機会が恥ずかしながら機会がなくてですね、でそこの練習を一旦させていただいて、まあ、ちゃんと相手に納得感のある形で提案ができたっていうのが大きかったかなと考えてます、うん、なんか今平川さんって結構高単価な案件が取れた状態だと思うんですけど、 SEO ランジプロにプラスしてなんかこういうところを努力したよとか、こういう工夫をしたよっていうようなものって教えていただけたりしますでしょうか。工夫してるところで言うと、クライアントさん目線になるみたいな話が一番だと思うんですけど、うん、それも結構僕が言うのもなんなので、まあ、基本的にはクライアントさんのこと好きになって、その人のために今どうにかいい提案できないかなっていうのを常に考えてるっていうのは一つあるかなっていうふうに考えてます、うん、確かに習ったようなそのデフォルトの型通りの提案をしたわけではなくて、はい、クライアントさん目線に立った上で、はい、こういう提案したら本当にクライアントさんのメディアとかサイトが伸びるんじゃないかっていう、はい、平川さんのオリジナリティの知見とかを加えていただいて受注できたっていうことですよね、はい、そうなりますね。ぶっちゃけベースで教えていただきたいんですけど、はい、SEO ランジプロのここはもうちょっと直してほしいとか悪かった点み
たいなところってあったりしますでしょうか。そんなにないんですけど、うん、まあ、ちょっと受講費用が個人で受ける分には少し高いのかなっていうふうには考えてますね、うん、平川さんの場合は前田社長に出していただいたのでそうですね、前田社長に出していただいたので良かったですけどね。そうですね、うん、SEO ランジプロの金額って大体30万円ちょっととかなので、はい、他のスクールと比べて別にそんな飛び抜けて高いってわけではないと思うんですけども、個人の方からするとなかなかの金額になってしまうと思いますので、 それなりの覚悟がいるかもしれないっていうことですよね、はい、SEO ランジプロをなんかこんな人が受けたら平川さんのように未来が良くなるなみたいなところってあったりしますでしょうか。受けた方がいい人で言いますと、まあ、SEO 頑張りたいっていうのはもちろんそうなんですけど、うん、そもそもストックさんラウンジの方で動画のコンテンツ自体はある程度充実している状態だと思うので、うん、まあ、そこでまあ学べばいいといえばいいんですけど、うん、ウェブとか動画だけで学ぶのがちょっと難しい、腹落ちしないっていう人と進捗管理されないとできないよみたいな方はいいかなと思ってます。そのフィードバック会が毎週ありますので、うん、それまでに課題を仕上げて提出してフィードバックもらうみたいな形になっているので、うん、どう頑張ってもちゃんとそのコマ通りに進んでいくっていうのがいいかなと思います、うん、例えば受験勉強でその教科書だけで東大に行けるような人はいらないかなみたいなとは思うんですけど、教科書があってそのインプットしたものをアウトプットするドリルみたいなのが SEO ランジプロなのかなというふうには思ってます、まあ、インプットだけだと確かにいろんなウェブサイトの情報とかをかき集めてきたりとか、はい、サロン内で公開されている SEO ランジの動画とかをかき集めてこれば、まあ、知識としてはある程度はつくかもしれないですけど、はい、体系的に効率よく勉強した上で、はい、かつ進捗管理してほしいみたいな方に向いてるっていうことですよね、はい、そうです。ちょっと見ていただいている方はちょっとフィードバック会の様子とか分かりづらいと思うので、ちょっと今一旦動画で後からつけてもらおうと思います。構造化マークアップについてなんですけど、先日検索結果にタイトルの下に内部リンクの構造化マークアップというのが出てたんですけど、あれって意図的に出るようにできるようなものなんですか、はい、内部リンクっていうのが、あ、こういうやつですかね。あ、そんな感じです。回答の箇所に飛びますよみたいな、はい、これっていうのは構造化マークアップみたいのを読み取って出してるのか、別にそういうわけではないのか、意図的にできるのかっていうのが気になってます。これ意図的にできます。記事の中に内部リンクを貼ってあげるときって内部リンクのタグを入れていただくと思うんですよ、はい、要はあの構造化のスクリプトの中にも入れていただくと、さっきみたいに検索結果にこうやってリンクをつけるみたいなのができる形になります。本日は平川さんにお越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。 SEO ラウンジプロではですね、個人のその SEO を学びたい方向けの個人向けプランと、あとは法人で SEO の担当者を社内で育成していきたいという方向けの法人向けプランの2パターンを用意させていただいておりますので、興味がある方は概要欄の URL から無料相談にお申し込みいただければと思います。本日はありがとうございました。